一連召集の相続にとって挨拶はさらに重要な意義があります。すなわち諏訓天皇御所に、一代の肝心は法華経、法華経の修行の肝心は不行本にて候になり、不行菩薩の人を敬いしはいかなることぞ、教主釈尊の出世の本願は人の振る舞いにて候いけるぞ、うん、まあこれはよく言われる御門ですけどね、うん、とありますように、上不教菩薩の礼拝業に通じるのでありますと。つまり我々はただの普通の世間的な道徳的な挨拶をするという意味じゃなくて、その人にやっぱり仏を見る、仏を拝するがごとくのお迎えをしなきゃいかんという、そういう意味でございますよとありますように、上不教菩薩の挨拶する相手を単に人間と思わず仏性を備えた人、そうか、そこが欠けてるわけね、うざいとね思ってしまう。私はそう、まあね、理屈上はそう思ってても、そのとっさの時に見てませんもんね、だからうざいと思うわけですね。でもそうじゃない、仏法を学ぶ人にとってはやはりこの、仏性は備えてる人、あるいは仏になる人と思って挨拶すべきであります。これが法華経の修行、釈仏行の精神でありますと。なるほど、まあなんか言ってみれば、やっぱりそう心がけて接すること自体が自分に功徳を積むわけだから、ありがたいと。その道徳みたいにそういうことをしなさいよって言ってる、ただそれだけで終わってないってことですね。それに努力することで徳が積めるんだっていう、自分が仏に近くなれるんだっていうことだから、ああじゃあ頑張ろうと思いますがね。はい。